はい、こんにちは。今日はですね、日米間情勢についてお伝えしてまいります。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。まずはニュースを読んでまいります。共同通信ですが、朝鮮戦争の終戦宣言に難色、岸田政権韓国の提案に。日米韓3カ国が先月ワシントンで開いた岸田政権発足後初の高官協議で、北朝鮮との信頼醸成措置として休戦状態の朝鮮戦争の終戦宣言を望む韓国に対し、日本が時期尚早として難色を示したことがいつか分かった。複数の外交筋が明らかにした。アメリカは態度を留保し、3カ国の温度差が浮き彫りとなった。韓国のムン・ジェイン大統領が9月に国連総会の一般討論演説で終戦宣言を提案後、日本の立場が明らかになったのは初めて。北朝鮮がミサイル実験を繰り返し、核兵器開発と日本人拉致問題で解決への道筋が見えない中、岸田政権は融和ムードだけが拡大することを警戒した。このように報道されております。このニュースに関しましては、まず3つの視点があると思います。もしですね、南北統一国家ができたとして、その統一国家がですね、赤化統一にならないのか、そうしたことへの懸念。そして2つ目は、統一国家が核保有国家にならないのか、そうしたことへの懸念。そして拉致問題の解決がより困難化するのではないか、そうした3つの視点があると思います。また世界情勢において米中対立が長期化する中、もし南北の統一国家ができたとして、その統一国家がアメリカよりも中国を外交的に優先する可能性もあると思います。ですので、そうしたことからもアメリカも日本と同様の懸念を持っていると思われます。まずはですね、この朝鮮半島情勢ということにおいて重要なのは、平和協定、そして朝鮮半島の非核化、そしてそうしたことが確認されてからの北朝鮮への段階的な制裁解除といった、そうした着実な具体的な工程が進んでから終戦宣言という話が提案されてくるというならば、まだ国際社会もそうした議論を注目するという可能性はあると思いますけれども、まだそうした工程に至っていない段階での終戦宣言というのは現状国際的に受け入れられないように見えます。ですので、そうしたことから見ましても、岸田政権が今回難色を示したというのは正常な判断だと思います。ムン・ジェイン政権としましては、退任までにこの南北情勢ということにおいて外交的なレガシーを残したいという思いがあると思います。ただですね、一方日韓情勢は旧朝鮮半島出身労働者問題などで韓国側に日韓請求権協定の遵守が求められておりまして、また2015年の日韓合意の遵守が韓国側に求められている情勢であります。こうした日韓情勢といったことなども念頭に、ムン・ジェイン政権としては日本への外交的戦略の見直しを迫られている状況にあると思います。でもしですね、仮に万が一今後日本政府がこの終戦宣言ということに前向きになる条件ということがもしあるとすれば、その宣言によって日本の安全保障が法制度的にも政策運用的にも全く影響されないということを確実にする必要が出てくると思います。さらに終戦宣言後、韓国北朝鮮の徹底的な軍縮ということも必要になってくると思います。それをですね、両国が満たしたときに初めて日本政府がこうした宣言を検討する環境というのが生まれてくるのではないかと思います。ただですね、現状は北朝鮮は軍事的な動きを活発化させています。 BBC ですが、10月19日のニュースですが、北朝鮮が弾道ミサイルを発射、日本海に落下。日本の防衛省と韓国軍は10月19日、北朝鮮が弾道ミサイルを発射し、日本海に落下したと発表した。韓国の合同参謀本部は、北朝鮮東部のシンポからミサイル1発が発射されたと述べた。一方、日本の岸田首相は記者団に対し、発射されたのは2発だと説明。自身のツイッターに毅然と対応してまいりますと投稿した。北朝鮮はここ数週間、ミサイルの発射実験を繰り返していると報道されておりました。また昨年6月には BBC ですが、2020年6月16日のニュースですが、北朝鮮が南北共同連絡事務所を爆破、韓国統一省と、こうしたニュースが報道されておりました。ですので、現状こうした南北の情勢を見ておりますと、終戦宣言をするような情勢、環境には見えないと思います。またですね、日本経済新聞ですが、朝鮮戦争が正式に終結すれば米軍を中心とする朝鮮国連軍の扱いが論点になる。日本の米軍横田基地東京都には朝鮮国連軍の広報司令部があり、平和協定を結べば撤退することになる。
朝鮮国連軍の撤退は日本の安全保障にも影響すると、まあ、こうした報道もあります。ですのでこうしたこともありまして、日本としてはこの朝鮮戦争の終戦宣言というのは日本の安全保障に直結する問題であります。でこのですね、南北の統一国家の在り方によっては仮定の話ではありますけれども、38度線が対馬海峡まで下がってくる可能性もあるように思います。でこうなりますと日本の憲法9条など憲法改正議論が進むことが望まれると思います。共同通信ですが、維新と国民改憲に向け連携、9日にも幹事長国対委員長会談、国民民主党の玉木代表は7日のフジテレビ番組で日本維新の会と国会運営での連携を強化するため9日にも両党の幹事長国対委員長会談を開催すると明らかにした。玉木氏と同じ番組に出演した維新の吉村副代表（大阪府知事）は憲法審査会などで憲法改正論議の促進を目指す考えで一致した。吉村氏は国民民主の皆さんとは非常に価値観が近いところがある、個々の政策や法案などを実現するために協力していくのが非常に重要だと強調した。会見をめぐり玉木氏は、衆参両院の憲法審査会は毎週開いたらいい、議論するために歳費をもらっている、開かない選択肢はないと語った。このように報道されております。また他方、自民党はですね、今回の衆院選挙で、朝日新聞デジタルですが、防衛費、GDP 比 2% 以上も念頭、自民が政権公約、力での対抗を重視。自民党は10月12日、衆院選の政権公約を発表した。安倍政権時代に比べ、軍備増強を図る中国や北朝鮮を念頭に、力による対抗策に重きを置いた安全保障政策を打ち出した。安全保障分野では、海警部隊に武器使用を認めた中国の海警法に触れ、海上保安庁の体制拡充と自衛隊との連携強化を明記、相手領域内での弾道ミサイルなどを阻止する能力の保有を含めて抑止力向上の新たな取り組みを進めるとした。さらに2022年度から防衛力を大幅に強化するとし、新たな国家安全保障戦略や防衛大綱を策定すると説明。これまで対国内総生産 GDP の 1% 以内に概ね抑えられてきた防衛費について、 GDP 比 2% 以上も念頭に増額を目指すと踏み込んだ。このように報道されておりました。で、こうした今回の自民党の政権公約というのは、高市政調会長の政策が色濃く反映されているということが背景にあると思います。日本経済新聞ですが、自民党総裁選への出馬を表明した高市早苗前総務省当時は9月10日、防衛費の増額に意欲を示した。米欧並みにするならば国内総生産 GDP の 2% で10兆円規模だと述べた。国会内で記者団に語った。防衛省は2022年度予算の概算要求で5兆4797億円を計上した。政府はかねて防衛費の目安を GDP の 1% 以内としてきた。高市氏は必要なところにしっかりお金をかけないと日本を守れないと強調した。敵基地をいかに早く無力化するかに重点を置きたいとも指摘した。電磁波や衛星を利用した敵基地の無力化を可能とする法整備の重要性を説いた。このように報道されておりました。ですので現状、日本の周辺の安全保障環境が大きく変わろうとする中、日本の安全保障政策、そして憲法改正議論ということが求められていると思います。ありがとうございました。